ホームと停車中の西鉄新宮駅列車旧駅舎ャ駅ホーム駅前で満開する成長桜駅番号入りの駅名表。駅名の西鉄の部分が小さく書かれている旧式の駅名表と貝塚方面の時刻表。駅名表には菓子のみが記されている。西鉄菓子駅は福岡県福岡市東区菓子駅前2丁目にある。 西日本鉄道貝塚線の駅。駅番号は NK05。当線唯一の管理駅で松本清張原作の小説、テント線に登場することでも知られる。車内放送では西鉄貸し、貸しと案内される。島式一面二線で3両対応のホームを持つ高架駅。将来の6両化に備えてホームの延長が容易な構造となっている。 2006年5月13日までは高架化工事の最中で仮駅にて営業していたが、2006年5月14日に高架化工事が完了し、同時に高架駅に切り替わった。自動改札機、エレベーター、エスカレーターあり。1階には定期券販売所もある。2019年度の1日平均乗降人員は4,108人である。近くに JR 菓駅があり。 快速や特急の一部も停車するため、JR 菓子駅の方に利用客は偏っている。また JR 千早駅が開業した現在でも、当駅での JR との乗り換え客は少なからず存在する。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下評の通り。駅周辺では、菓子駅福都心都地区各整理事業による大規模な再開発が進められている。 駅前広場完成に伴い、2017年8月26日より、西鉄菓子市発議の路線バスが乗り入れを開始された。方面別行き先番号色公開駅移転まで、開業時からの駅舎が残っていた。また、西鉄全線で唯一大正時代並びに、戦前建築の駅舎であった。現在の JR 菓子駅も、博多湾鉄道基線が、 西日本鉄道に統合され、同社カスヤ線となった1942年9月19日からカスヤ線が国有化され、カシー線となる前日の1944年4月30日までは、西日本鉄道の路線が乗り入れる駅であった。ありがとうございます。